はい、皆さんこんにちは、栗のすけです。今日はチョコザップにひたすら通い続けて1ヶ月で14回このホワイトニングをしたので、その結果を報告していきたいと思います。さて、果たして栗のすけは新庄になれたでしょうか。まあ綺麗に若干だけどなった感じ。しかし栗之助ってこう口の形悪いな、初めて知ったわ。でもちょっと新庄みたいにはやっぱりいかないよね。もう一枚やるけどこんな感じ。結論、チョコザップのホワイトニングの効果はあるが、効果は個人差があると思います。そもそもさ、歯に問題があるんじゃないのかなって思ったんだよね。てなわけで明日歯医者さんに行ってきました。もはや何の動画かわからない。歯科衛生士さん曰く歯石ついてますねって言われて恥ずかしいわ、ちょっと。てなわけで歯石を取って今度は再チャレンジしてみようと思います。続くのか。チョコザップの紹介コードも載っけておきますので、よかったら使ってください。毎月300円引きになります。ちなみに紹介した栗之助も300円引きになるんだけども、これ10人登録したら毎月ただなんじゃねって思ったんだよね。ところがうまくできてて、毎月300円引きが上限になってて、紹介した人数分期間が伸びるだけなんだよね。これつまり5人紹介すると 5×12 だから60ヶ月分300円引きになるんだよね。60ヶ月ってのは5年じゃん。5年間チョコザップ通うのかよみたいな、そんな感じの割引になっております。いや、ほんとよくできてるよね。なので栗之助にあんまり恩恵はないので、皆さんよかったら300円引きになるんで使ってみてください。はい、よろしかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。